説明がいっぱいあったからさ、難しそう。俺すっごい気をつけて帰る。ゆっくりでいいから安全で来て。気をつけて来てね。行こうか。岡丸、今日使うのは洗顔です。洗顔です。メラノ CC ディープクリア酵素洗顔。酵素洗顔。バイタミン C。 バイタミン C。 毛穴の汚れが夏になると気になるじゃん。酵素洗顔で洗うとスッキリするような気がするんだ。すっきりした。わ、もち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 なった。触ってみて。おお、もちもち。泡にね、ビタミン C が入ってるから。もちもち。潤いも守ってあるんだね。ここ、触ってて。いい感じ。すっきりしました。すーちゃんもやる。ん日焼け止めも塗って、これね、お化粧下地にもなるから好きなんだ。私が好きなのはこのラベンダーの色ね。トーンアップするんだ。トーンアップって？顔がパッと明るく見えるんだよ。ああ、そういうことね。でも変にし、なんかさ、赤らくならないから、うん、体にも使えるから、ママずっと使って、これ本当にずっと使ってるわ。そうなんだ、すごいね。そんなに好きなんだね。出発前に目薬もしとこう。ロートのリセコンタクト。コンタクトつけてるから目が乾いたりゴロゴロしたりすることがあるけど、よく使ってます。みんなも日本に来た時はドラッグストアで買えるから、ぜひ探してみてください。急いでー。はいはいはい、行ってきます。すーちゃん、やばいのが止まってるんだけど。ちょっとやばい。ちょっとあれね、あれこんなに大きいとは思わなかった。めっちゃ大きくない？すごい、うるさいね。涼しい。よいしょ、お邪魔します。わあ、すごい。わあ、すごい。ちょっとすごいよ。ルームツアーしますね。ここが玄関で、ここで靴を脱いでくださいだって。運転席です。マニュアルだって。しかも左ハンドル、日本ではなかなかないマニュアルのキャンピングカーの左ハンドルだって。上に登れるベッドのところだ。ここに収納があって、窓が今閉まってるけど、でソファーと机があります。あー、ガスコンロなんだ。あ、お水もちゃんとあるんだね。あ、ここが冷蔵庫になってんだ。あ、電子レンジがある。あ、そっか、動くからね。ちゃんとこうやってロックが全部かかるようになってんだね。ここにテレビ、あとは全部ところ収納があって、こっちがお手洗いとお風呂、お風呂っていうかシャワーだね。あー、面白そう。パパ、はい、運転頑張れ。頑張れ。左ハンドル左運転だよ。アメリカは左ハンドル右側運転だよね。でもいつもの日本は右ハンドル左運転か。よし、行きます。はい。動いた。こんなことないのに。行きます。大丈夫。今そう、窓の外映せないんだけど、窓から見える景色がバス乗ってる時みたいなんで。そうだね。頑張れパパ、頑張れパパ、頑張れパパ。今ちょっと反対車線にバスが来ちゃって。狭いねパパ頑張れ、パパ頑張れ。ドキドキしてお化粧ができない。これぐらい大きなキャンピングカーがさ、アメリカのフィリーウェイゴロゴロ走ってたじゃん、スピード出して。ああ、すごくない？履いて本当によかった。よかったよね。もうこの1時間でこんなに汗かいたのも、うん、すごい今よかった。本当だね。さあ、じゃあママお化粧しよう。見て、さっき塗った日焼け止め、いろんな色があるよっていうのを見せたかったんだけど、私がいつも使ってるのはこのラベンダーカラー、スキンアクアトーンアップ。大変だねこれ。アメリカに行く前にキャンピングカー乗ったことないから、日本でレンタルして練習してみようっていう日なんです。修理出されたばっかりで、トイレとシャワーと冷蔵庫が使えなかったりとかするんだけど、埼玉県飯能市まで来ました。ムーミンパークの中に RV が止めて泊まれる場所があるんだって。あ、最後のセブンイレブンで買い出し行ってきます。すーちゃん寝てます。セブンイレブンに来
ちのベッドとさ、この上のベッドさ、誰が寝るかだね。でもこっちの方がさ、流れ星見えない。あれ上見えるのかな。入ってて、くしょーい。お待たせしました。ちょっと買いすぎたから。すごい、ママ全然帰ってこないから。すーちゃんと、え、どうしたの。ママ全然帰ってこない。ごめん。お、そんなことできるんだ。カメラだから、ドライブレコーダーだ。あー、さすが。曲がりきれるか、曲がりきれるか。できた。この駐車場で泊まれるってこと。そう、ここがすーちゃん今日のホテルだって。すごいね。すごいね。運転お疲れ様でーす。イエーイ到着。よかった、無事着いて。花火があるってよ。もうじゃ花火大会だって。たまたまだって。発電機を切りますよ。お、静かになった。ここに泊まりました。ちょっと大きいので横向きに止めさせていただきました。9時まで車を動かせない可能性があるんだよね。あるね。 RV の中で過ごすことはちょっとできなさそうだね。なんかね、あの充電がなくなっちゃうんだよね。電源にさせるのは9時以降なんだよね。そう、とご飯の用意買ったけど、明日にして今日はここで食べちゃって花火見てゆっくりあそこでただ寝る体験をして、明日もここで泊まって朝昼晩ここで作ってみようか。自転車積むところだって。すーちゃん、それすーちゃんまだ自転車乗れないんじゃない。乗れるようになろうか、アメリカ行くまでにね。練習しよっか。うわー、危ない。すーちゃんもちょうどいい距離感だね。本当だね、あんまり大きくなくてね。すごい花火だと思わなかった。すごかったね。最後大きかった。めちゃくちゃ大きかったよ ね。素晴らしい花火を終えてお風呂に入ってご飯を食べに最高だ。ちょっと全然趣旨が変わっちゃったけど、すごく家族3人の夏休みを過ごせて最高だったね。最高だったよね。キャンピングカーせっかく借りたんだけど、明日ね、朝昼晩とキャンピングカーの中で生活してみよう。そうしよう。ただいま。こんな何、あ、そうそう、だからこれか、これをこっちにして、あ、なんかアプリを立ち上げるってやつ。ベッドさ、うん、どうなってんだろうね。ね、向こうにお引っ越してから開けてみようか、うん、だからこっちだ。あ、オッケーオッケー。こっちに充電するんじゃなくてこの白にしたから。オッケー。すーちゃん熱中症になっちゃうから、これだけ。あちあち、今ね、パパ頑張ってるから。あ、できた。あ、ある。今充電してるしてるしてる。そしたら、うん、で、見ると分かるんだって。できてる。頭できてる。あ、できてるできてる。で、あと 1分ぐらいしたら、ちょっとエンジンかけてみる。はい。エンジンがつながりました。こうして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 ると笛になるの。うん、誰もいないけど気をつけて。できた。イエーイ。何すんの。こう電気をつなぐんだ。パパ、蚊に刺されないよね。動かしとく。うん、動かしといて。頑張れパパ。頑張れパパ。でもすーちゃん頑張り言ってよ。すーちゃん危ない危ない。頑張れすーちゃん。
つながりました。つながりました。あ、普通の電気なんだ。そうそうそう、普通の電気なの。頑張れパパ。あ、これごと下がるんだ。わあ、すごい。椅子をくるっと向けなきゃいけないってことか。ちょっとこっちから。見落としてる。ベビーショルト。ベビーシャッドゥルルルル。なんでママみたいな顔するのよ。ベイビージュン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 。違う。マミーシャッドゥルルル、マミーシャッドゥルルル、マミーシャッドゥルルル、マミーシャッド。ダーリーシャッドゥルルル、ダーリーシャッドゥルルル、ダーリーシャッドゥルルル、ダーリーシャッド。見てママのグランマ。隠れろ。見て見て。グランマーシャンクドゥルル。違う。グランマーシャ。まだよ。おばあさんだから、おーらーまーしゃんとどるるとおばあさんじゃない、おばあちゃんでしょ。厳しいわ。どこで知ったのそれ。教えたよっか、うん、ベビシュンのお友達の歌。ね、ベビシュンって誰よ。ちょっと下がってよ、ちょっと下がってよ。ちょっと下がってよ。すごい便利だよ、見て。おお、すごい。空気穴。あ、空気穴か。わあ、外が見える。はい。朝起きた瞬間に。ママ暑い。くて寝れない。こっちです。スジフェンも寝れる。パパがいい。ママ早く。一回だけここ来て。三人で一回寝てから。寝てから上に来る。一緒に行こう。パパ絶対寝るから。そうだよね。いつもこの手で寝かせつけられちゃうからね。久しぶりこんなに広いベッド。久しぶり。ママいつもあなたたちの足元で寝てるから。じゃあみんなおやすみよ。おやすみ。スーちゃんもおやすみ言って。うん、では皆さんまた明日。グッナイ。暑いです。おはよう。暑い。ありがとう、つけてくれて。晩生活するにあたって気づいたことがあるんだけど、物が多いわ、うちは。心配心配で。2泊の荷物でもうこの床がもう大変なこと。この辺ももう荷物荷物荷物。家から出て駐車場って面白いね。すーちゃんさ、キャンプに行ってさ、抱っこはなかなかできないよ。自分のことが自分でやらないとね。頑張って歩かないと。片付けしてくれてありがとう。クーラーボックスが冷えてなかったんだよね。牛丼と豚しゃぶ的なのもやばいよね。全然冷えてなかったんだけど。よし、ご飯にしよう。セブンイレブンで買った卵。見てて、すーちゃん、ママ火頑張ってつけれるか。赤い丸がついているスイッチ。あ、これか。で、チャックかも。あ、ついたついたついた。ついてんのか。ついてないよね。ついてないよね。なんかやり方間違ってるのかな。こういう時のために安定のガスコンロでいきましょう。お、いい感じいい感じ。イエーイ。朝ごはん食べるの外だったら日焼け止め絶対塗りたい。この子の名前なんでしょうか。アルパカ花子でした。花子、かわいい。あ、気持ちいいね。気持ちいい。みんなだろう。いやさ、慣れないことしてるからちょっと疲れたけど。そうそう、うん、まるでキャンプに来たみたいだね。後ろがね、どっかキャンプ場みたいだね。思わせといて、実は駐車場。もう一回走ってきます。はい。なんでチューしたの。あの子待っててね。はい、行ってらっしゃい。よーい、頑張れ頑張れ。
2人帰ってきた2人帰ってきた、あー来て来たじゃありません。これを剥いて食べるんですね。違います。お料理しますね。じゃあ、すーちゃんが皮むけしてくれてる間に、コンビニで買ったサラダのドレッシングをかけます。いろんな調味料がないときに旨味ソースはいいですね。でも水とさ、ガスが正常に使えるとすれば全然生きていけるよね。荷物を減らすってこと。フローズンうどん、サラダ、シーウィード、チンスライスポーク。サラダについてたドレッシングだけなので、ちょっとお湯うまみします。すごい美味しそうな、できましたよ。すーちゃんが手伝ってくれましたよ。サラダうどんにしました。ママ感じたんだけどさ、日本だから質のいい食材がコンビニですぐ手に入って、サラダにしてもゆで卵にしてももう最高の美味しい状態がすぐ手に入るじゃん、うん、と外食だったらめっちゃ高くなっちゃうじゃん。できるだけスーパーで買い物してご飯を作るルーティンをちゃんと作って、サンプリングのさ、ホーフーズとか行くからさ、毎回毎回3食作れないじゃん。で、理想は冷凍できる下味を1週間バーッと作っちゃって冷凍庫ポンと入れたらしたいんだけど、車によって電源を毎回切らなきゃいけないとかだったらできないし、まだ実は RV が決まってないんだよね。実はスポンサー探してるんだけどね、なかなか高価なものだから。あんまりうまくいかん。あと2ヶ月じゃん。中古ですごい安いのあるのかな。英語で言ってもいい？いいよいいよ。うさぎてスクイツキって鳴くの？へー、その日本語なんだ。知らなかった。知らない。ウサギの鳴き声って日本語でないもんね。ピョン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 じゃない？いや、これ飛ぶ音でしょ。何で知ったの？でもベビジョンで見ただけ。ベビジョンって何？スーちゃん昨日からって。だからネットリックスで出てくるって言ってたじゃん。あのスーちゃんがずっと見てるやつ、あのアニメ。いいじゃん。あれどんどん見て見てください。次ママ。ママがコンビニやスーパーで売っているお菓子で唯一買うやつなんでしょうか。唯一？はい。何ですか？シュークリーム。あ、そうだ。ママもあれだけは本当なんか知らんけどすごい好きなんだよね。スーちゃんが最近できるようになった泳ぎ方は何でしょう。うん、どうぞ。スーちゃんヒントちょうだい。何から始まる？せ。せ？背よ、背泳ぎ？え、背泳ぎできるようになったの？こうしてゴロして、うん、こうして、すごーい。クロール？本当に？すーちゃん水泳すごいね。じゃあママがすーちゃんからもらったお手紙の中で一番嬉しかったのなんでしょうか。せーの、ひまわりのやつ。あれも嬉しかったな。字を教えてください。いつ。いつもお仕事頑張ってね。うん。あれか。すーちゃんが好きな色は何でしょうか。ピンク。パパに聞いて。正解。パパ知ってたのに。なんで知らん、なんで知ってんのって思ったの今。かわいいな。上がっちゃってるからちょっと花火？花火1分前だってすーちゃん。あれなんかすごいいい感じじゃん。え、いい感じでしょ。いい感じじゃん。花火見えたらいいね。あ、始まった。あ、え、ちょっと超いいじゃん。え、全然見えるじゃん。うわー、いや
ごいす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 ごい、あー、いけたいけた怖い？洗ってきて水につけて水を切ったお米です。冷凍の焼肉を解凍したものに炊き込みご飯にします。冷凍のお好み焼き、冷蔵庫にあったキノコ持ってきたけどお塩で焼こうかな。はい、お待たせお好み焼き、わー、スプーンがないんだ、だからお箸でやるよ。牛丼炊き込みご飯です。ここ、乾杯は？乾杯しましょう。乾杯、うん、おいしい、うん、おいしい。アメリカのビーパックってさ、こういうとこなのかな、もうちょっとキャンプ場っぽいかな、なんか、うん、キャンプ場っぽいんじゃないかな。ネットで見てる限りだとプールがあったりさ、シャワーあったり、でその RV パーク回ったりするのがすごく楽しみな余暇になってるような感じだったから。白い煙が出てるよ。何これ、なんか黙々の白い煙が。うーん、困ったね。なんか窓が閉まらなくて、2つの9時に寝たいんだよね。そうだよ、でもクーラーが効かないから寝れないかな。そしてなんか白い煙がもくもく出てる。パパの携帯知らない？窓閉めないといけないんだな。なんか窓が閉まらないんで、まあとりあえずこんな感じで閉まっておけば、とりあえず暑さは全部閉まってないけど、うん。子供が中で寝てるのが丸わかりだね。バイオ快晴の美しい朝です。やっぱり日本にずっと育ってきてるからあんまり危機感がないけど、危ないよね、やっぱ子供が中で寝てることとかあんまりわかんない方がいいよね。気をつけなきゃ、その辺の安全意識をね。スーちゃんとパパはまだ寝てて、洗顔と歯磨きに行ってきます。朝だよ。どうでしたか、すーちゃん、この RV ツアー。この RV で生活できそう？うん。いろんなとここれで行ってみたい？うん。昨日花火とか見たからすごい良かったよね。ママとパパはね、昨日あんまり寝れなかったんだ。なんかちょっと RV の空調が壊れちゃっててさ、で1時間おきぐらいに暑いなって言って起きて、すーちゃんパタパタパタってして、そしたらすーちゃんカーって寝てた。寝てる時さ、涼しいなと思った。思った夢の中で思った、うん、ママとパタがパパパタパタってやってたからじゃない。そしたらすーちゃんカーって寝てた。でもすーちゃんがさ、もう暑くて嫌だって言ったらさ、ママたちもさ、残念だけどさ、楽しそうにやってくれてたからまだよかったね。じゃじゃん、お家帰らないの？ずっとここで生活したいの？本当に？すーちゃん、このキャンピングカーの旅好き？パパに言ってた。言っといで。パパ何て言ったか教えてね。
なんて言ってた？あのさ、うん、言ったらさ、うん、それはとってもいいことだって言ったわ。そうだよ、もう来たくないっていうよりかいいことだ、うん、また来よ、うんうん、えずっとずっと、え早く片付けよ。何それ。ねえ、ごめんごめん、ずっとここにいたい、ママとパパと。Mm-hmm.